さあやっていきましょう。桜大戦最後、多分最後、第10、最後かな、12が最後かもしれない。あディスク3からじゃん。はい、ディスク3に変えます。おっと、このオープニングやったらやっぱあれかな、同じか、同じだな、同じですね、多分同じ、多分同じ。タララ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 ラ違う気がする。さっきあのね、敵の船が、島が一瞬見えたから、武蔵だっけ、誰の声だろう、マリアか、マリアかな。この部分をがあるために、あの収益化がなんか制限されるみたいな、ちょっとね、著作権引っかかっちゃうように なるんですよね。歌が入ってるっていうことでね。なんで今必死に喋ってますけど、喋ってるけど問答無用で、ここのところダメですよってなるかもしれない。やっぱ違うな、やっぱこれは、やっぱこれ違うなさっき峡谷が一緒に見えてきたから、多分峡谷が最初のオープニング画面、2番目のオープニング画面でもなかったと思うから、これはこれバージョンなんじゃないの、ディスク3バージョンのオープニングなんじゃないのって思うけどね。ででででで、はい、やっていきます。おいの下のシーソーか、おんまいの下のシーソーか、おんきりきりばさるうんばったわ、あいちかな。いきなり始まるじゃん、いきなりなんかもう問答無用で始まるじゃん。ホーマが町を燃やしている。京極さん、何が望みなんですかね、何が望みなんですかね。自分も人間さんサイドだと思うんだけどね。今日スマホがぶち壊れてね、だいぶブルーです。スマホの2階から降りるときに、手すりのところにスマホを置いてて、こうなんかこう勢い余って落としちゃった。お前たらしてそわか、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 お前たらしてそわか。なんたらかんたらかんたら、そうか、般若心経みたいなやつ、そんな感じかな。あれ、スマホがね、壊れちゃってね、急いで新しいのを買いました。注文して Amazon では多分明日来るはず。そういうスピード感で生きている。安かったね、ずっと欲しかったスマホのなんか最新機種が安い値段でついに発売されたみたいだった。勢い買っちゃったよ、もう3万5000円ぐらいだった。3万5000円って言うと高いけど、まあ同じスマホを、ゼンフォンズーム S っていうね、あ、はい、第11話、史上最大の作戦ですね。古いスマホをね、ずっと古いスマホのちょっとマイナーチェンジしたような、カメラがちょっと変わったようなやつのモデルのやつ、その時点で古いやつのちょっと型打ちみたいなのを長いこと2年ぐらい使ってたんで、もういいかなっていう、もう十分楽しいんだかなということで変えることにしました。スマホね、壊れたのは、まあ壊れる勢いで使ってた、壊れてもまあしゃあなしという感じで使ってたから、まああんまり本当はショックも受けてないんで、やっと壊れたかみたいな気持ちで、ね、どんなものの扱い方だ、どんな、あの鬼夜がさくらさんのお父さんだったなんて。
まあ、この時期いろんなものがね、壊れたりしますよね。この時期とは言わないけれども。壊れた時に、壊れたのを機に新しいのを買うのが楽しい。新しいのを入れたからすぐ飛びついて買うタイプじゃないから、なんか壊れたタイミングでなんかこう、もう待ってるところだな。うん。八鬼門風魔人。あんまり興味ねえな。ほんとあんまり興味ないな。はい。聞こう。これが今我々の住んでる帝都の地図だ。どこを、どういう方向にこれ見てんだ、これ。どっちがどう？上？北が上？北が上なの？おお、綺麗に。綺麗に。おお。八角形に並んでるのはわかるけど。鳥居が。鳥居みゆき。ああ、これらの場所には国旗界との戦いと前後して鳥居が必ず出現している。あ、出現してるのね。そうだったっけかな。あったっけかな。あったっけかな。帝都の都市エネルギーを解放する術。国旗界の連中、帝都の各地を襲っては鳥居を出現させ、八鬼門、高魔、風魔人の発動の準備を進めていると。ならその鳥居を今すぐにでも壊して回ればパワーがなくなるのでは。バチ当たりかもしれんが。巨大な、はあ、聖魔城の丸太に違いない。そうか、聖魔城の方がさ、もしかしたらなんか邪悪なエネルギーが上かもしれん。ただ都市のエネルギーを集めたとかよりもさ、陰陽師。陰陽師とかだったらさ、京都とかの方がいい、京都とかの方がいいんじゃないの。京都とかの方がなんか怨念の力強そうだけどね。桜大戦ってさ、舞台が帝都だからさ、なんか京都とかは舞台にとして上がらないんだよね。なんか日本の中でね、忘れ去られてる。大阪も忘れ去られてる。なぜ陸がそんなに恐ろしい気分か。やつの差し金。山崎の死の大正維新軍のクーデター。なるほど。山崎って、いつ死んだっけ？青いサタンだっけ？いや、負けやしない。根拠のない強がりを言っていこう。帝都敗にしてはたまらないの。切り札っていうのはな、最後に取っておくもんなんですよ。突撃。空中戦艦ミサミカサ。さっきの対戦で大破してるはずだけどな。船体は対戦隊に改造されて、この程度の地下で極秘裏に修理改造されてた。新ミカサ。ミカサの映像を楽しみだね。空中戦艦ミカサがこの俺の手で、これの、この俺の足元で発進の時を待っている。オオカミさん、さくら君どうしたんだい。なんか話、お父さんのことかい。でしょうね。ちょっと股間の上がってもいいじゃん。ちょっとピタッと当てたんだから、ビタッと当てたんだからさ、俺のことかいとかじゃなくビタッと当てたんだから、ちょっと好感度上がってくれてもいいんじゃないでしょうか。さくら君はあの鬼王が新口大佐お父さんだと言っていたね。あの独特の構え、お父さんの心を取り戻そう。これだ。 なんとかやりようがあるはずだ。反魂の術で命を与えられている。今日の呪縛が解ければ先に峡谷を倒せばよい。悩むことはない。
決心。父の心が凶暴に変わったら豚汁になってるんですよ。うん。ほう。聞き分けがないな聞き分けがないな。強国を先に倒すって言ってんのに父と戦いますって言っちゃう。悲しい神山、神山、あ、コウマか。でもちょっと目が閉じるね。目が閉じちゃう。こうなっちゃう。こうアザラシの目が閉じちゃう。そのためには目をカッと開いておけばこうなるんだけど、ずっとカッと開いておくのはちょっと辛い。戦おう。ミカサ8時までこの子を食い止めなければ。やるしかないんだ。待たせたな、大神。カヤマに何が？山に何が？ここは俺と月組に任せて。大神、お前は早く作戦指令室へ行け。かっこいい。しかし大神、俺の一番の幸せは何だと思う？何だろう。それはこの帝都が平和であることだ。ほう。帝都人々の笑顔が守られることだ。さあ行け大神。心配するな。ミカサが発信するまでなら持ちこたえてみせる。カヤマ、任せたぞ。わかった。大神、武蔵を必ず。ああって言うと思った。来いコーマ、帝国歌劇団月組の名にかけてここは一歩も倒さん。個人曰く、兵は迅速をたっとぶ。うん。帝都に残された時間は少ない。一刻も早く三笠を発進させるんだ。走れ大神、勝利へ向かってな。熱いな。ゼックス感あり。ゼック、あっ、ゼックスもノイもおるやんけ、今のシーン。ガンダムウイング好き歓喜。さくらくんはノインだし、カヤマはゼックスだし。全部門問題なし。めちゃめちゃガンダムウイング好き歓喜のシーンじゃないですか、今の。市民の避難完了しました。米田長官、次の命令をお願いします。発信。米田長官。発信。うん。帝都の未来は。でも当時はワクワクしたもんよ。戦艦出てくんのみたいなね。そして初めにプレイした時は、戦艦出てくんのこのゲームみたいな。いかにもガンダムみたいな。これより我々は。なんつうかな、こういうの。デッキっていうから。宇宙戦艦ミカサ発進。見よう。
いいね。ちょっと一見無駄と思えるこの、こうなんだろう、上にも打ち上がるためにこうガシャンガシャン合体してからこう長いのになるっていう、絶対整備するの大変でした、脆くなるだろうと思うんだけど、無駄とも思えるこの発射機構がね、いいっすね。将棋丸は町がこうマガン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 ってこう左右に分かれて、海が分かれ、海がこう割れるみたいな感じで出てくるんだっけ。ミカサって1の時もあんな出方したかな。どうだった、どうだったやな。飛ぶのはまだ早い。はい、早いですか。俺たちはまだまだ土俵に上がったりすぎねえ。確かに。こっからが本当の勝負だ。気を抜くんじゃねえぞ。米田長官、航路の指定をお願いします。武蔵に突っ込む。目標、武蔵。第二次戦闘態勢に行こう。こういうのがあれだね、当時の流行りみたいな感じだよな、急になんか戦艦描写になるみたいなね。あ、昔からこういう戦艦好きってのはいるのかもしれないね。ダ・ナディアとかもそうじゃん、不思議の海のね、ナディアとかもさ、ノーチラス号とかに乗ったらこんな感じになるじゃん。こういうの好きなんだわ。お前の好きにはさせねえぜ。最終目標地点武蔵。ガンダムはなんかあんまりこう戦艦になんかこう寄らないよね、こういう武蔵。そんなになんかゼータガンダムとかでさ、フライトキャプテンがこう帝国海軍のこうゴーマの前にもはや風前のデッキでこう指示してるところをすごくこうスポットライト当てたりしないような気がする。帝都の滅亡も時間の問題だ。環境っていうのは違うか、 ああいう場所なんていうかな、艦長を指示出す場所。ミカさん、強国の野望を阻止できるのはもはや彼らしかいない。花組しかいない。ミカさん、そして花組帝国攻撃だ。帝都の未来を回帰団頼んだぞ。の中の花組って部署じゃなく帝国回帰団。まあそうか、星組もいるもんな。今後の作戦を話したいと思う。いよいよ話してくれ、ドンパチ野郎。どう戦う。あー、内部に侵入ですね。砲撃じゃどうにもならない。中から破壊。まあ危険は承知ですわな。結局頭を押さえちまえば勝ちだから、ミカサがその武蔵がいかに出かかろうとも、強国を殺しさえすれば終わりだから、それが一番人的被害も少ないな。速度が上限に達したところで手法で後頭部を攻撃、内部に強行突入する。こういうなんか作戦の立てるとさ、大抵うまくいかないよな。ミカサごと突っ込む。まあ前回もミカサと桜大戦1でもミカサは突っ込むのに使ってたから、今回も突っ込むのに使いますわ、ね、特に驚きもしない。おいでなすったぜ。結構速いスピードでミカサが飛んでると思うけど、それにこう追いつくってんだからすごいな。4人ずつ二手に。はい、いやまあさくらくんとは一緒に行こう。あとはザコのメンバーで行く。いえ、君には別動態を任せた。スミレ君には別動態のトップを。アイリスも、アイリスは連れていく。雑魚だから。
で、こう、レニーも、別動隊の方だろう。あ、でも、そうか、そう、あ、そうか。コーランは連れていく。サクラと大神はトップ層だから。サクラと大神はトップ層だから。トップと弱いやつだ。ザコ二人を連れていく。別動隊の方は、中、二軍ぐらい。二軍じゃない。1.5 軍で集める。スミレ、カンナ。あれ？マリアは？まあ、いいか。あれ？あれ？マリアは？いらんだっけ？ああ。ということで、おう。ヨネダ長官が刀を構えてる。というところでね、次回戦闘パートやっていきましょう。世界大戦、まあ、あと少しで終わるのでね、駆け抜けていきましょう。ほんなまた次の世界大戦。